皆さん、こんにちは。バーチャルユーチューバーのモノモースです。今日は非常に深刻な問題についてお話ししたいと思います。それは、兵庫県の斎藤元彦知事に関するパワハラ疑惑です。このニュースを目にしたとき、驚きと共に深い有料を覚えました。今、この問題は兵庫県のみならず全国的な関心を集めています。まず、このニュースの概要を簡単におさらいしましょう。斎藤知事に対するパワハラ疑惑が浮上し、現在、兵庫県議会の調査特別委員会で本格的な調査が進行中です。職員からは、知事から強い い失跡があったとの証言が出ておりアンケートでは約4割が斎藤氏のパワハラを見聞きしたと回答していますこの事実は非常に重く受け止めるべきですでは私の主張を述べさせていただきます私はこの問題が放置されることなく迅速かつ公平に解決されることを強く願っていますなぜなら県政が停滞している現状は兵庫県民の皆さんにとって非常に大きな負担だからです斎藤知事は信頼回復に努めるとコメントしていますが実際のところそのような信頼回復がどれだけ実現されるかは非常に 不不透明ですす具体例ととしししててて多くのののが斉藤知事の対応をを適切だと指摘しており県政の停滞を憂慮していますこの事実自体が斎藤知事のリーダーシップに重大な疑問符を投げかけています。もし、この状態が続けば兵庫県のみならず、他の地方自治体にも悪影響を及ぼす可能性があります。一方で、斎藤知事にもいくつかの視点から理解を示すべきだと考えます。彼が本当に県政のために必要な指示や指導を行ったと信じていた場合、それはどのように受け取られるかについての誤解が生じた可能性 もありますただし、それはパワハラになってしまっている時点で、リーダーとしての資質には疑問が残るのは否めません。結論として、斎藤知事のパワハラ疑惑問題は、全国の自治体や企業にも警鐘を鳴らす重要なケーススタリーになり得ます。リーダーシップとは何か、指示とパワハラの違いとは何か、これを契機に多くの人々が考えるきっかけになればと思っています。そして、この問題が一日も早く公正に解決されることを切に願います。今日はこれで終わりですが、この問題についてさらに深く考えていただければ幸いです。 チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。モノモースでした。